皆さんおはようございます。今紹介いただいた京都市立堀川高校から来ました井尻達也と申します。どうぞよろしくお願いします。まず、そしたら今日ですね、探究学習とかですね、最近流行っているですね、そういった教育課程に関わることとかですね、少しお話ししたいなというふうに思います。今日ですが、この探究という一つ本校でやっている実践の授業の実践を少しお話ししたいということと、その意義ですね、二つ目に話したいなと。それで三つ目に、私が教員として働いている仕事を、自分自身がどう捉えているかとか、どういう経緯で自分が今この職業に就いているかとかいう話をしたいなと思ってたんですが、先ほど西岡先生との打ち合わせでまず最初に僕がなぜこの仕事を始めようと思ったというか選んだのかっていうことについてちょっとだけお話ししようと思います。でまず自己紹介ですが、京都で生まれまして奈良で育ち、今嫁1人とですね子供3人と5人で住んでいます。で、この職業というか高校の教員になって今年で8年目で、堀川高校にも8年います。で、その前にですね、ここに書いて宇宙ステーションの開発の仕事ということで、僕はですね大学にもちろん通ってたんですが、こういった教職課程とかですね一切取らず別の勉強をずっとしていました。で、僕の将来の夢としてはこの種子島からスペースシャトルを人が乗って日本が宇宙に人を運べるようなロケットを作ってですね、それを自分も乗って行ってやろうと思っていました。その経緯を少しだけ最初にお話し、自己紹介も兼ねてお話ししたいと思います。高校生対象にというか自分の学校の生徒にも話をすることもありますし、時々他の学校にも呼んでいただいてお話しする機会とかいろいろあるんですが、どうやら僕の、キャリアっていうのは少し珍しがっていただける方が多くてですね、なぜそういう仕事をしているのかっていうことについてですね話しする機会が多いです。で僕自身が今までどういうことを考えて生きてきたかということにもつながるんですけど、皆さんも多分大学生だとこう次就職ですかとか、これからどうやって生きていこうかなってことについて悩むことも多いんじゃないかなと思うので、それの少しなんかヒントにでもなればいいなと思います。で僕はですね、大学ではずっと工学部のですね宇宙工学、航空宇宙工学っていうところで勉強をしていました。でその後はですね JAXA っていうところにですね就職しました。JAXA で知ってますか？知ってますか？最近では宇宙ステーションに大西さんとか行ったりとかですね、そういった仕事をしている会社です。で、そこにですね、宇宙ステーションの中に希望っていうのがあってですね、その打ち上げというか開発にずっと従事していて、その打ち上げがですね、成功に、ある程度貢献できた後にこの教員の仕事に転職しました。でその宇宙工学を学んだ学生時代から今までに至るですね経緯とか、ピンチとか悩みとかを少しお話ししたいと思います。でこういう話をすること自体が僕にとっては非常に何ていうか有益で、なぜかというとですね、過去を振り返って経験を言語化することっていうのは難しいですし、本当にその一部でしか言語化できないんですが、自分がどんなふうに戸惑いをそこで感じて壁にぶち当たって、で乗り越えられる壁も乗り越えられなかった壁もいろいろありますが、どんなことを考えてどんなことを思ってきたかっていうことを言語化するってことは、自分にとってはまた新たな一面を見ることにもつながり、自己肯定をできる時もあるし逆もありますが、自分をよりよく知る機会にはなるので、非常にメリットを感じていたりします。でここからはちょっと高校生対象にですが、こんな話をしましたということでちょっとお話ししたいと思います。はい、大学生の頃ですね、僕は東京大学のですね、その航空直学に行ったんですが、新振りっていうのがその学校にはあって、そこで勉強をいろいろしていかないといけないんですけれども、なかなかうまくいかず、その新振りでまず最初航空直学が落ちてしまうんですね。で2回チャンスが、前期と後期みたいな感じで2回チャンスがあって、で僕自身はずっとその、大学入る時から
っていうか高校時代から、その宇宙の勉強したいっていうか宇宙工学を勉強して宇宙のロケットを作りたいとかいう思いがあったので、やっぱ諦めきれずその2回目で落ちてしまったも留年なんですが、もうリスクもあったもののどうしてもやりたいということで、まあ、再チャレンジをそのシンフリでして、まあ、その結果なんとか進学できました。でそこで3年になってからですね、大学3年生になってからロケットの推進機構、なぜこうロケット飛ぶかとかエンジンの魅力とか、まあ、いろんなあるんですけど、まあ、本当にその大きさとか迫力に圧倒されて種子島にも実際行ったりとか、いろんな工場の、ロケット作ってる工場に出向いて行ったりとかすることで、本当にただただ迫力に圧倒されたり、そこに関わるエンジニアの思いとか、工夫であったりとか、もういろんなことが本当に圧倒され、ただただ面白かった。で4年生から実際に研究室に配属され、でロケットの研究始めるものの、行けなかったんですね、そこではね。実はで宇宙企業の材料の研究という研究室、大学にもよるかもしれませんが、僕が行ってたこの学科の研究室はどうやって決まるかというと、じゃんけんで決まるんですよ。でじゃんけんで僕負けちゃうんです、負けてしまったんです。でこの材料の研究ではなんでこんなんしなあかんのかなとかも思いながらやってたんですけど、まあ材料の研究もロケット研究にもいずれどっかでね、もちろん材料を使ってロケット作るので、まあどっかでは絶対つながるだろうと思って気持ちを切り替えて4年生の頃勉強研究していました。で大学院の頃に院に行った時に研究室をまたこう選ぶ機会というか機会があって、でそこでロケットの研究室への希望がかない、そこの研究ができたということで、で何を研究していたかというと、分かりにくいかもしれませんが、この右の絵に書いてあるのは、今は化学燃焼でこうロケット打ち上げてこう、まあ、火を吹いて燃焼させてその水力を得てロケット飛んでるんですが、そうじゃなくて、そうするとあれってロケットって実は 95% ぐらい燃料なんですよ。燃料ってタンクというか、だいたい液体酸素と液体水素っていう2つのものがあって、でロケットでそもそもなんで飛ばしてるかっていうと、人工衛星を運んだり、まあ輸送するため用に運んでいるけど、輸送できるものって全体の重量からすると 2% ぐらいなんですよ。ほとんど無駄なんですね。だすごくお金もかかるし、全部こう使い捨てでもあって、コストもかかるしっていうこともあって、でこういう外側からレーザーを当てることによって推進力を得るような、また別の機構のレーザーロケットっていうのを研究しています。でこれ本当に楽しくて、いろんなことを試したり、プラズマ作るんですけど、研究室でそのプラズマ作っていくのもすごい楽しくて、そこから熱源にしてこうロケット噴射みたいな、まあ、ただちょっとこう実現するには無理で、水力も数十グラムしか出なかったんで、その飛ぶとかいう事件じゃなくて、ちょっと動くなっていうぐらいしか、まあ、できなかったっていうのはありました。で修士の1年生ぐらいですね、修士の2年になって就職活動でドクターに行くっていう選択肢もありましたし、また別の会社でどうしようかなという、で自分のやりたいことっていうのは何かなと、宇宙のことばっかりやってきたものの、もしかしたら他全部自分が知らないだけで、もっと面白いものが世の中にあるんじゃないかな、もう一回自分のやりたいことを見極めたいなと思い、でこの説明会、企業の説明会とかですね、この学生の特権を利用してどこでも行けるんですよね。どこでも行けるし、どこ行ってもいろんな説明してくれはるんで、こんな機会はないということで、もうたくさん行きました。文系理系問わず、いろんなところに行って、本当社会勉強もしながら、あこれ違うなって選択肢を消していく作業にもあったんですけど、自分のやりたいことが何かと、やりたくないことは何かっていうのを確認するような形で、なんか自分の仕事選びというか自分の適性とかも含めて、こう自分の徐々にこう得て増えてだったりとか、まあ、輪郭がちょっとずつクリアになっていくような雰囲気がこの就職活動でありました。 でもやっぱ結局僕が思ったのは、そのレーザーロケットでの経験もそうなんですけど、自分が作ったものって宇宙に打ち上がったらどんな気持ちに自分になるかなというのが、やっぱりなんか自分の中で興味があって、やっぱ実際に宇宙に物を打ち上げている現場で働きたい、自分で作ったものを宇宙に打ち上げたいっていうことに、いろんなことを、まあ、考えた結果になりました。で世界の宇宙開発がリードできるような仕事ということで、JAXA に就職しようと思いました。で JAXA でどんな仕事をしてたかということを少しお話ししようと思います。
まあ、これはいいかな。どんな仕事ということで、ですね、その先ほどちょっと申し上げた宇宙ステーション日本実験と希望というのがあります。でそこの開発ずっとしてました。見たことある人いますか？空飛んでるんですけど見たことある人、あ、ありますか？すごい。そうです、ここね、あの十分肉眼で見れます。ちょっとだけあのなんていうかな、飛行機よりもちょっとこう早いというか、明滅しないですし、ずっとこう1分半ぐらい通るんですね。で望遠鏡とかそんなにいらず普通に見えます。夕方とか明け方とかで、いつ何時何時にいつ、いつ時間と方角はみんな JAXA のホームページに載ってて、で時々僕は校舎の屋上に生徒たち連れて行って、京都6時ぐらい通るしちょっとみんなで見に行こうやってなって、でこう空見ながらですね、急に光る一点がこうずっと来るというのがあって、で若い高校生は僕には丸にしか見えないんですけど、彼ら曰く四角に見えたりとかいろんなものが見えるって言うんですよね。すごいな、確かに丸じゃないんですよね実際のものも。でもそれを見ながらあれがどうだこれがどうだとかいう話を回したり、で国際プロジェクトで15、6カ国がやっているプロジェクトですね。でこの間、その参加加盟国が紛争コストがなかったってことでノーベル平和賞にもエントリーされてました。結局取れなかったんですけど、でもノーベル平和賞としてエントリーできる価値があると評価してもらえるプロジェクトに自分が関われたことにはすごく誇りを感じました。で構想はレーガン大統領ということで中曽根総理大臣とかもうずっと20年30年前からのずっとプロジェクトです。でこんな形をしてるんですね。大きさはサッカー場ぐらいで、ほとんど太陽電池パドルで、日本の今申し上げて希望っていうのはどこにあるかというとこの部分です。これいいでしょう、グッドデザイン賞なんですよこれすごいなと思って、自分でもなんかどこがどう評価されたかわからへんけど、あのグッドデザイン賞もらえたってことに対してはなんかすごく嬉しくて、で大きさはだいたいバスぐらいですね。この真ん中に円柱がドーンと横に横たわっているものはだいたいバスぐらいで、だいたい2メートルぐらいです居住空間だから、背の高いアメリカ人ちょっとだけかがむみたいな、僕たち日本人はまあまあ普通に入れるけどっていうようなものです。でどういうシステムになってるかとかいうと、まあ、今言ったバスになってるのはここで、宇宙飛行士が実験を行ったり倉庫があったり、まあ、いろいろロボットアームがあったり、で僕はこの地上との通信装置ってアンテナあるんですけど、この通信システムの開発をしてました。筑波宇宙センターっていうのが茨城県にあって、筑波と NASA と、宇宙ステーションを結ぶ通信回路とか通信設計とかをずっとやっていました。でどんなことがこの中でできるかというと、まあ、微小重力なのでいろんな実験や研究ができます。薬を作ったりとか、あの純度の高いあのものが作れたり、まあ、無重力というかあの容器に接する面積とか少なかったりとかするので、まあ、いろんなこう、水と油が分離することもないですし、その地上ではこう実現し得ないものたちは作れたりします。で遠くのものを見れたりとか、タンパク質が作れたりとか、まあいろいろです。植物がどのように将来こうに人間が宇宙で生活するための食料の確保っていうのも一つ問題で、どのようにあの植物育てていくかとかいう話も、まあ、ありました。で面白くて根がまっすぐ伸びないとかね、いろいろあるんですね。隣の根とこう絡まったりとかするんですけど、まあそんなんとかですね。で氷の結晶の成長とか。まあ、すみません、いろいろで生活のところで、どうやって寝てるかというとですね、まあ、困難で寝てるんですね。これ若田さんが寝袋で寝てるところで、でですねこれ実はすごくて自慢話ばっかりになっちゃいますけど、これすごくて寝てるじゃないですか。寝てる、もともと僕たちというかその希望を作っていた目的は実験するようなんです。微小重力、今言った微小重力、いろんな実験をするため、サイエンスのためにやってるんです。だから生活するための空間ではなくて、それはまた別に NASA が作ってるんですね。ご飯、リビングとかダイニング的なところは。でも、ここで寝たいって言われて。なぜかというと、こう静かな環境と。要は他のところのモジュールっていうんですけど、他のところはファンが回ってたりとか金属音が鳴ってたりとか、やかましくて寝れないけど、日本のモジュールは静かやと。
こういうところで寝たいって言われて、ぜひ寝れるかどうか検討してくれて NASA からオファーが来て、でまあ問題ないってことでこう寝ましょうみたいな話になって、で僕たちは静かなものを作ることを目指してはいなかったんだけど、そのなんていうのかな、まあ高い技術力のせいもあって静かなんですよね。別にそれ目指してないけど、そういうものがそういう結果にもなって、本当に静かに居心地のいい環境としてまあ、選ばれた感じもして嬉しいな。でこれ食べてたり、ラーメンですね食べてたり、これ野口さんですね、手巻き寿司作ってはったり、まあ、こんなん食べてたりで歯磨くってことで、歯若田さん磨いてるところで、もちろん洗面所なんかないので歯磨くってどういうことかっていうと、僕はできないですけど、歯磨き終わった後ペッてできないので、まあ、タオルに吐かはる人もいはるけど、飲むって飲むって言ってありました。慣れたら飲めるって言ってた。すごいなと思ってで何をしているかっていうと、これ何しているか分かりますか。これね、散髪ですね。散髪している、飛び散らないようにこう吸い込みつつバリカンみたいなのしてます。でこれ何してるか分かりますか。これ手に持ってるの何かっていうと、これ掃除機なんですよ。掃除機で、ちょっと僕無重力で掃除したことないのでちゃんと分からないんですけど、僕ら掃除するの楽じゃないですか。床履けばいいし、特に隅っこ頑張って掃除したらそこそこ綺麗になるじゃないですか。けど宇宙ではホコリって別に下とか、そうそう、床とか天井の概念がないので全部壁です。だからどこ掃除したらいいのかはちゃんとわからないけど、一応掃除もされてて大変なんちゃうかなと思います。でこれ何してるかわかりますか。これ遊んでるところですね。でこれはですね、アメリカのモジュールの中です。でね、日本のモジュールコーナーなんですよ。この違い分かります？こっちアメリカで、こっち日本。もうこっちのね、アメリカの方ね、別に悪口言うつもりないんですけど、もうごちゃごちゃでしょ。物が。こうすっきり整理整頓というか。もうね、僕はこれ別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、なんか文化がこう出てるのかなと思っていて、アメリカ人のお家ってもういろんなものがいろんなところに置かれてて、家族の写真とかいろんなインテリアのいっぱい置いてある。だから彼らはこういう文化背景がある。こう茶室ですよね。本当になんか何もないっちゃ何もないんですよね、うん。だからね、本当にね、国際プロジェクトでロシアの人とかアメリカの人とかだけじゃなく、イタリアの人とか、まあ、いろんな人と話をする機会があったんですけど、それぞれのやっぱ文化があって、本当に戸惑うこともたくさんあったものの、非常に面白かったです。例えば僕たちって言ったら言い過ぎかもしれないけど、アメリカっぽいなんかやっぱ考え方に近いんやなと思ったことがあって、ロシアとは全然違うなと思ったことが一個あって、それは何かというと、ペンなんだ、ペン、物書くときのね、アメリカ人とか僕たちの発想は、無重力ではインク出ませんから、押されへんからね、重力で落ちてこないからね。じゃあインクはどうやって出すかっていうと、ちょっと高圧っていうか加圧するんですよね、中でガスを充填させて、でインクを押し出すんですよっていうペンを開発したんですね、 NASA とかがね。僕持ってますけど、でロシア人はどうやって考えるかっていうと、ロシア人もすごくて、鉛筆使うんですよ。だから鉛筆でいいやんか、この発想、あ、それかと思ってね、すごいなと思って。とか、あとの火災、この宇宙ステーションで火災起きたらもう大変なんですよ。逃げられへんしね、宇宙にいるからね。まあ、逃げれるようなこれものもあるんだけど、火災起きたら大変で、日本とかアメリカはどうやって設計するかというと、不燃材料を使ったり、煙センサーついてたり、温度センサーとかいっぱいついてる。だからちょっと温度上がってきたなと思ったら、検知でこうアラームになるような仕掛けになってるんですよ。っていうのをこうね、設計の概念として考えるでしょ。でロシアはどうやって考えるかっていうと、ロシアはどうやって消火器を置くんです。火ついたら消したらええやんかみたいな。
いやまあね、そりゃそうなんやけどなと思って、本当にね、そんなんだけでもね、考え方の違いはね、本当面白くてね、やっていて勉強になりました。はい、で窓から地球っていうことで、窓側に行って、でこの窓も実は僕開発担当でしてて、これもどう言ってるかな、いわくつきって言い過ぎやな、ちょっといろいろあったんで、なかなかこう感慨深いもあるんですけど、本当にこう窓ってすごくあれなんですよ、人間の精神衛生上すごく大事なもので、外から外に出れませんから、こういうのを見るっていうこと、やっぱ窓って大事なんやなと思います。で宇宙の仕事とかで、まあこんな仕事してたりとか、エクササイズとかねしてたりとか、はい、で船外活動とかやっています。でこんなクイズあるんですけど、付き合ってもらえますか。宇宙服っていくらだと思いますか。1番1億円だと思う人、はい、ちょっと2番5億円だと思う人、はい、3番10億円だと思う人、はい、2番の5億円が多いと思うんですが、10億円しますとかね。でこれもね、アメリカの宇宙服とロシアの宇宙服があって、これアメリカなんですけど、またアメリカとロシアの話ばっかりして申し訳ないんですが、アメリカはオーダーメイドです。その宇宙飛行士に合ったねスーツの大きさとか作る。でロシアは SML ってあります。はい、まあいいや。で、まあ、仕事は実際は本当にこの有人宇宙施設の開発っていうのは日本全くやったことがなくて、人工衛星を初めて日本が人工衛星を打ち上げた頃にアメリカはアポロ計画で月に行ってたりとかするんですよ。それぐらい技術の格差があって、でそこからスタートしたので、日本は追いつけ追い越せってことで、もう新幹線の上にのどうにか乗ろうかっていう話で、設計コンセプトも全然違って、ミッションっていう目的を達成することよりも、いかに人命というか安全を確保するかっていうことが大事で、僕がいくつか仕事をしていて驚いたことはですね、僕宇宙工学、さっき言ったとおり専攻してました。もうありていに言うと、僕東大で勉強してましたし、そこそこ自信もありました。やっぱりでもね、実際仕事をしてみると全然使えないかって、知識とか勉強したことが、あんだけ勉強したのに何やったんかなと思って、で仕事では全く使えないこととか、大学レベルの研究と実際の開発の差っていうことが非常に大きくて、もう全然仕事ができなかったことっていうのはすごく驚きました。でどうしたらいいかなと思ったら、いやもう勉強するしかないんですよ。で僕は大きな勘違いをしていて、社会人になったら勉強しなくていいやと思ってて、早くなんかこう勉強 の日々から逃れたいなっていう思いもあって就職したかもしれないけど、でもね、勉強しなきゃいけない、社会人になっても。で、その時の上司にですね、何か知りたいことがあって誰に聞けばいいか分かるようにはしとかなあかん、要は全部の知識を全部自分の中に入れることは無理なので、これ分からなかったらこの人に聞けばいいなというふうなことが分かっていたらいい。で逆に考えると、ここはいじりに聞けばいいやんかっていう存在にならないと、チーム内の自分のこう存在価値ってないんですよ。なので存在感がどん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 日に日に薄くなっていく僕にとってみれば、知識を得ることだけじゃなくて、その知識どう活用するかってことがすごく大事で、チームで働くっていうこととか、チーム内の役割っていうのをすごく意識その時からするようになりました。で大変だったことなんですけど、僕ずっとロケットの勉強してたんですけど、急に仕事を始まったら、いやあなた通信システムの開発頼むわって言われたんです。通信の、今もそうですけど、通信システムで僕はまあそんなやったことなくて、全く専門外、そんなんできないですっていうこともできたんかもしれないけど、まあ言われたし、入って返事をしました。でそもそもロケットの研究してたけれども、結局僕は希望を打ち上げるってことが目的だったので、どんな仕事でも、まあ、それは目的と目標の違いやと僕は思っていて、どんな手段というかどんな方法があるかもしれないけど、目的を達成するためのやっぱ通過点で、目標って多分いろんな方法があっていうことを切り替えてそこでやりました。
で、まあ、他もいっぱいいろいろあるんですが、はい、で僕はだんだん僕はですね、真面目なのでまともに貢献できてない自分に給料が支払われるなんてありえないみたいな気持ちになってしまうんですよ。JAXAって税金ですから、税金に対する思いもやっぱ感じるわけで、なんかこんな俺にみたいなシューンってなっちゃうんです。で、分からなかったら何でも聞いていいよって先輩には言ってくださるんです。だから僕はちょっと恥ずかしいんで、会議終わってから先輩これ何どういう意味だったんですかとか、これどういうシステムなんですかって些細なことでも質問できるような状況で勉強してました。ただ、転機があって2年目3年目になると変化していくんです。何かというと後輩入ってきよるんですよ。入ってくるんです、もちろんね。そうすると僕が今まで何気なくしてた質問がだんだんできなくなるんです。ためらってしまうんです。なんでかというと、あいつあんなことも知らんのかみたいになっていくと恥ずかしいじゃないですか。どうしよう、今度また質問もできへんなってなってくると、やっぱり自分で勉強するしかなくなるんです。で、どうやって勉強するかっていうと、多分みんなが今、皆さんが今やっているであろう勉強とほとんど一緒で、計画立てたりとかですね、図書館通ったりとか、英語の勉強したりとか、その数学や物理の勉強したり、もう全く学生のことと一緒。というか、学生の頃やってたことしかできないし、僕にとっても。で、知らないことを調べたり、ノートにまとめたり、どういうことか納得するまで考えたりとか。っていうことをもう繰り返し繰り返し、平日は仕事して家帰ってから勉強して土日も図書館行ったりとかしながら、まあそんな勉強をですねずっとやっていました。で、なんとかその得た知識をですね、会議の場でこれはこういうことじゃないですかとかいろいろ発言できるようになると、ちょっとずつ自信も持てるようになってくるんですよ。しかも土日勉強したこととか使いたいじゃないですか、会議で。なんか別に勉強してきたからとは言わないですけど、やっぱ学んだことって話がしたくなるし、話が通じると楽しいし、ね、ちょっとずつ自信も持てるようになってくると、もっともっと自分でいろんなことを知りたいなっていう感情になってきて、なんかこう少しずつこうなんか仕事に対して前向きになれた気がします。で、いろんな仲間もいたので、仲間たちとももちろん人工衛星の友達いたり、ロケットの友達したり、基礎研究やってる友達、まあそんな励まし合える友達もいました。で、一方ですね、怖かったこともあって、宇宙っていうのはこう魅力あるようにも見えますが、基本死の世界ですね。人間生きていけないので、で、そういったものを作ってるっていう点においては、人の命を預かるっていうことで、宇宙飛行士の人とも一緒に仕事をしていたんですけど、この人が自分が作ったものに乗るんや、ちょっとでも穴開いたりとか計算ミスったらこの人死んじゃうんやみたいな感じですね。すごく怖くて、で、ベストなものも作ろうと思ったら作れるんかもしれない。こうやったらもう完璧なもの作れる。でもそれやるにはもう何十億かかるとか何十年かかるとかなってしまうと無理なんで、ベストは分かっててもベタを選ばなきゃいけない時もある。当然リスク高まってるんですよ。そうすると、そんなに乗って大丈夫なのかなって思ってしまう。今でも思ってしまう。実はこう思い出すとしんどいんで寝れなくなるんで、あんまり思わないようにしてるんですけど、今でも宇宙飛んでます。だからあの時のあの設計が今でも大丈夫なんかなって思います。なんとか飛んでるし、ニュースにならないっていうのはまあそういうことかなと思って。で、実はその話を宇宙飛行士の人にしたことがあって、自分の判断に自信がない時があります、宇宙へ行くのは怖くありませんかって、開発担当としては非常に無責任な質問なんですよ。こんなしたらあかんの本当は。けどその時の答えてくれたことなんですけど、何も怖くないよと、不安なんか一切ないよと、開発担当僕は 100% 信じてるからねって言ってくれたことが衝撃的で、そんなに人って人を信じれんのかみたいなことに感動して、もっと頑張っていこうというか、本当にそういう仕事に関われていることに誇りを感じながら、やれんなと思って頑張ってやってます。で、実際こうやって宇宙スペースシャトルに乗って打ち上がったのが僕の夢が叶った瞬間で、で、まあ、なんでかっていうと、やっぱり自分の目的っていうのが一つ、希望を打ち上げるっていう目的を見失わずできたことで、生きてると目的からそれたと感じる環境になること多いんですよ。あれ、こんなんやるはずじゃちゃうかったのになってよくある。研究室がそうでなかったりとか、違うシステム担当させられたりとかあるんですけど、
やっぱりなんかそれはそれなりに全力尽くして精一杯そこでやるしかないってことをやっていくと、結局目的にやっぱりつながっていくところがあって、まあ、そうあのいずれどこかでつながるはずやと信じてやるしかないって、そういうことが大切なのかなと僕は思っています。はい、でこんな話すると、じゃあなんで先生になったんですかってよく聞かれます。もう100万回ぐらい聞かれてます。でそれに対して少し答えがね、これ言語化が非常に難しいので言えるところだけ言いますが、本当に宇宙開発の仕事自身は僕自身誇りに感じていたこともあるし、別にあの大きなミスしてあのクビになったわけでもなく、あのミスもしたけど、でもあの充実感はありました。で僕自身が思っていた悩みっていうのは、こう社会に対してこれってどれぐらい役に立ってんのかなっていうのはやっぱり疑問に感じることもあって、自分だけが楽しんでるだけちゃうかなとか、社会全体納税者って書きましたけど、あの税金使っているような見合った成果出てるのかなとか、どこにどういう価値があるのかなって、今友達とも相談すると、いやいやもっと宇宙開発って100年後とか見据えてるんやみたいな、いずれ火星行くかもしれへんやみたいな話になるんですけど、いやそんな先のこと言われたってなとかも思いながら、本当に自分の中にこう釈然としない思いがずっとあって、うん、とはいえ目の前に仕事があるので目の前の仕事をこなすことで精一杯やったりとかして、ずっとなんかこうありました。で自分のしたいことってもっと他にあるん違うかなと思ったり、もっと向いてる仕事あるん違うかなと思ったり、で将来がなかなか見えなくて、社会人になってからもずっとその悩んでいました。まあそれは苦しかったですね。でそんな長期的なスパンではなくて、もっと自分自身があの直接目の前でこうなんかこうに対して貢献できるような仕事もいいやろなと思ったし、今までの自分の経験も生かした仕事もしたいしなというのもあって、でそう思う気持ちがどんどん高まっていきました。まあ、そんなことを思ってた時にあの子供が生まれたんです。この右下うちの子供ですけど、可愛いですよね。あのその時僕が思ったのは、ずっと僕は自分自身が宇宙好きやし興味あるしロケット打ち上げたいし、そんな興味ばっかりでやってたけど、でそれ達成したらゴールなんかなと思った瞬間に、子供の顔を見ると、あ、何やこれリレーやったんやと思ったんですよ。その時にあと思ったら手にバトンが握られてたみたいな、あれみたいな、徒競走のつもりやったのにとか思いながら、ほんなら僕この次の世代のために何かすべきことあるかもしれないなというふうな思いになって、じゃあ今の自分にどんなことができるやろうと、で振り返ってみると自分のやりたいことばっかりやってました。それはそれでもすごく充実していたし、そのプロセスにおいて自分自身もすごくレベルアップというか成長もできたし、そういったことを伝えるような仕事っていうのができないかなと思いつつ、30歳を過ぎてると大体ね、転職とかね、中途採用の年齢制限とかいろいろあるんですよね。で30歳当時過ぎてましたから、こんな年で転職なんかできんのかなとか、いやこんなん言ってるけど目の前の仕事から逃げてるだけちゃうかなとか、いや後悔してしまうんちゃうかな、やり残したことあるん違うかなとか、なんかねいろんなことぐる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 こう悩んで悩む毎日でした。でまあその中からやっぱり一ついろんな仕事を調べた結果、まあ、学校の先生という教員っていうのを選択しました。ただその実行を移すってやっぱり勇気がすごく必要で、だって楽ですしね、ずっと同じことしてる方が。で当時家族もいましたんで、あ今もいるけど、あの家族がいたので、その職業を変えるってことは彼女にもインパクトになることで、当時茨城県に住んでたので引っ越さなあかんとかね、で彼女嫁さんは嫁さんなりのコミュニティがあったりとか、まあ、いろんなことあってだけど、まあ、その思いも説明して、でも自分自身がやっぱり納得しながら生きていきたいし、こう騙し騙し生きていくのは辛いなともあって、である日、まあ、とりあえずやるだけやってみようと思った時にちょっと前に進み出せて、でそこからは自分で、学校の先生とか教員になるための仕事、勉強とロケットというか希望を打ち上げることの二足のわらじで、家族もいたので家族のことはちょっとだけやって、なんとか両立を頑張ってやっていくっていうことになって、で今に至っていますとか言うとね、生徒はこんなこと言ってくるんですよ。なんで先生になんかなったんみたいな、もったいないやんと言ってくるんですよね。
何かなと思って、僕にはこの質問の意図が分からなくて、もったいないって何やと思って、何がもったいなくて何がもったいあるのみたいな。で、多分学歴と職業の関係を言ってるのかもしれないなとかも思いながら、質問の意図がちゃんと聞いてもよく分からへんかったんやけど、いやもう僕やりたいことやってるだけで、それにもったいあるももったいないもないんやん、やることやるだけ、やりたいことやるだけですよみたいな、なんかもっとそんなにとらわれず自由にやったらいいのになっていう話をしています。で、最後、まあ、社会にいても学び続けないといけないし、自分がどんどん変わっていくことに躊躇しなくていいんですよみたいな話を、まあ、しています。で、まあ、挑戦するってこと大事なんじゃないかなと思うので、まあ、その辺を話しています。はい。これぐらいかな。はい。っていうのは、すみません、長くなりましたが、自己紹介に変えて、僕が、まあ、皆さんの少し、先をというか、ちょっとだけ先を行ってる先輩として、皆さんも多分悩むこともたくさんあると思うんですけど、社会人になっても悩みますから、ずっとどうしようかな、今でもどうしようかなと思うことたくさんあります。けど、まあ、そこで立ち止まる勇気も大切だと思うし、突っ走っていく勢いも大切だと思うし、まあ、いろんなことは思うんですが、しっかり自分自身と向き合うってことを忘れてしまいたくないなと思います。はい。そしたら、僕が堀川高校で、している仕事というか、ちょっと話ガラッと変わりますけど、探究っていうものですね。最近総合的な探究の時間とかですね、ちょっとずつこうできつつあったりとかですね、よく聞かれる言葉で、ちなみに皆さん高校生の時にこういった学習というか探究とか課題研究とかやったことってありますか？ある人？あ、でも半分ぐらいいるのかな。あ、そうですか。わかりました。ちょっとずつこういう社会の流れとしてあって、で、探究という言葉の定義もたくさんあるので、堀川高校ではここに書いた通り、用意された答えがない問いに対して正しいと思われる答えを導き出す営みであるというふうに話をしています。で、授業の中身としては、総合的な学習の時間に探究基礎っていう名前をつけて実施しています。で、僕がまず最初お話ししたいのは、探究基礎ってどういうふうなシステムでどういうふうに流れていっているのかっていうところで、探究基礎の指導で大事なポイントは何かっていうこと、この2つお伝えします。探究基礎の授業自身は準備と活用と実践の3段階でやっています。研究することを通して学ぶことの形、作法ですね、とその楽しさを体験する授業で、将来社会に出て活動する際にも役立つという思いで設計しています。3段階でね、やらないと、多分あれじゃないですか、皆さん夏休み小学生の時自由研究大変だったじゃないですか。なことない？僕も小学生の子供2人いるんで、毎年夏休み2つ自由研究してますけど、テーマ決めんのから大変ですし、そもそも彼女たちが何したいかもよくわからへんし、本当に大変ですあれね。なので、うちの本校では、その準備っていうことで3段階、ホップステップジャンプで名前を打ってますが、1年前期、1年後期、2年前期という形でやっています。で、それぞれのステージで何をしているか、ちょっとずつ話していきます。まずですね、大きな特徴としては、もう全員がやりますっていうこと。学校によってはね、この特定のクラスだけとかもあったりするんですけど、で、そこで何してるか、課題設定能力、課題解決能力を高める。で、3段階に分けて1年半かけて課題研究を2年生前期の終了時に完結させるっていうこと。で、授業自体は、2コマ連続の、だから50分かける2、2時間分で毎週、1週間で2回やっています。ほとんど、それ以外の時間、だから家帰ってからとか、放課後やるとかいうことの方がきっと生徒たちは多いと思っています。で、型を学ぶ、術を身につける、道を知るみたいな、こんな風に名前をつけてやっています。じゃあ最初、ホップですね、短期の準備期間として、型ですね、どんなことを学んでいるかというと、で、どの分野をですね、目標としてはどんな分野を研究探究する上でも、必要な探究の進め方や心得、作法を学んでいくということで、探究活動の進め方、仮説を立てて検証させていったり、そこに
信頼性の高い根拠をもとに、証拠として見つけてくるとかですね、まあ、いろいろそういう探究活動の進め方で、論文の書き方で、情報収集の方法で、論文作成の実習で、発表の方法、一通り型として知っておいたらいいなと思うことたちをここで教えます。例えばこんなふうに講義でですね、探究活動の進め方をやっていたりします。例えば情報の処理の仕方などであれば、パソコンの練習とかもまああるんですけど、そうではなくて、批判的に物事を見ましょうねとか、最近の子はもうインターネット、スマホとかで情報を検索するのはある程度得意なものの、その検索した情報の使い方とか見方とか捉え方っていう点においては、あまりこう何て言うか強くないというか、まあ簡単に言うと溺れています。なのでそれに対してどのようにアプローチすればいいかっていうこととかを、まあ、ここで教えたりしています。で、探究活動の心得とかね、基礎技術とか、さっき言ったインターネットを利用した情報検索で、図書館での文献の利用、図書館もやっぱりこう使い方って、例えば並んでますよね、番号当然ね。で、僕400番好きやなとか、まあいろいろあるんですけど、そんなこと知らないんですよね。なんか知らんけど適当に行って適当に本選んでるとかもあるし、百科事典ってこういうコーナーにあるんだよとかいうことも全然知らないところから始まるので、図書館の使い方とかも勉強します。で、論文の書き方もさっきも言った通り、序論、本論、結論というのがあって、書く時の作法ですね、そういうのって型ってね、読む時もそうですし、例えば僕結論から読むの好きなんですけど、そういうのがあるって分かるから、書き手と読み手がこ うまく符合するんですよね。まあ、プロトコルみたいな感じですよね。型知ってないと読みにくくてしょうがないですよね。頭から読んでもしょうがないですね。とか、パラグラフライティングとかっていうのも教えたりとかすると、各パラグラフの1文目に一番大事なトピックスが書いてあるんだよとか、まあ、そこだけ拾い読みするだけでもまあ、ね、読めたりするし、書くときもそういうふうに書いてあげると相手も読みやすかった。まあ、そういった型ですね、を勉強していったりします。で、探究の心得あるんですけど、こうやって五箇条って名前を付けています。ちょっと紹介しますね。知らないということを知れ、常識を学べ、常識を疑え、手と頭を動かせ、友と楽しめ、っていう五箇条を、ちょっと宗教寺見てますけど、こんな形で教えています。知らないということを知れ、知らないという、実はあんまり自分ではよく分かってないっていうことがあるんだよっていうことを自覚するっていうところから学びがスタートする。その謙虚さであったりとか、知らないことを知るんじゃなくて、知らないということを知れっていうこと。で、常識を学べ。常識っていうのはもちろん世間一般常識もあるんですけど、そうではなくて先人がずっとこう、紡いできたですね、明らかにしてきた事実や法則っていうのを学ぶんだ。それが常識なんだ。で、高校生にはどう言ってるかっていうと、教科書。教科書が常識やと。だからそれを学ぶ。で、その常識を次疑う。すでに学んだ常識が本当に正しいかどうか、必要に応じて疑ってみないといけない。大学でもそうかもしれないけど、テーマ設定、研究の課題設定、多分難しいと思うんですよね。で、そういうのって全然分かってないところから課題が設定されることもあれば、いわゆる常識を疑ってみる。実は知っているところからテーマが生まれたりもする。まあ、そういったところで常識を疑うと。で、手と頭を動かせというのは、頭でいろいろ考えるだけじゃなくて、実際に手を動かしてやってみようよっていう話と、もう一個は、手を動かす前にしっかりと綿密に計画とか立てて頭を動かしてやろうよっていう両方大事なんだよって。で、友と楽しみは、まあ自分で知ったことを知ることの楽しみとかを友と共有しようよっていう話ですね。こっちにちょっと書きましたけど、してみます。で、まあ、こうやってグループで話し合いをしながら、友と楽しんでたりとか、さっき言ったこういろんなものの見方、多角的多面的な見方っていうのは他者を借りると比較的やりやすかったり、で、情報収集の方法を、まあ、パソコン使ってやったりとか、発表の準備ってことでポスター発表ってやってるんですけど、でその準備をすることと論文を作成することつながっていくよねと。例えば言ってるのは、パワーポイントのタイトル
と論文で書こうとしている言おうとしているトピックスと多分対応しているとか、ここに序論本論結論があるっていうことを意識するっていう構造というか型を意識することと、おそらくパワーポイントをどのような構成で作っていく、1枚目から作るんじゃなくて、多分大きな括りで3つ言おうとしているとかで、ね、そういうことを意識しながら、まあ、構造を意識しながら準備していってポスター発表につなげていく。で、このやっていることの軸としては言葉の定義と情報の根拠と論理の構築ですね。論文書くときもそうだと思うんですけど、よくありふれた言葉であればあるほど定義をしっかりしないと、いろんな受け手が受けてしまうと、その研究は何の方向性を言っているのか分からなくなってしまうので、しっかり定義をしましょうという話。情報の根拠っていうのは、さっきも言った通りネットとかにたくさん情報があるものの、しっかり一次データまで把握しようよって話をしています。いろんな加工の仕方で見せ方なんて、いろんな当然店側って意図が入るので、当然その見ようによってはいろんな見方ができてしまうので、しっかり一次データ、例えば、まあ、政府観光庁が出している統計局のデータまで当たろうやとかいう話とか、まあ、そんなことも話しながら、でそこを結びつけていく論理をどう構築していくかっていうこと、まあ、こういった型を半年かけて、まあ、勉強していきます。で1年生の後期からですね、ゼミっていうものにちょっとずつ分かれていて、自分の、興味のある分野と照らし合わせながら、選択していきます。文系理系で選ぶタイミングも2年生から本校では文系理系に分かれるんですけど、その選択をする前に自分ってどんなことに興味あるかなっていうことを考えるきっかけとして、まあ、進路啓発にもつながっているかなと思うところで、まあ、いろんな思いを自分の中でもう一回確認するような場面としてゼミ選択をしています。本当に自分は例えば天文好きだからそっちのゼミ入りたいなって思う子もいるし、たまに逆がいて面白いんですけど、僕は文系で法学とかそういうの勉強しようと思っていると、だから今は物理のゼミに入るんやみたいな、なぜなら大学行ったら多分物理勉強せえへんから今のうちやっとくんやとか、あえて逆を選択する子もいるし、まあ、いろんな生徒がそこにいます。でどんなゼミを学校で用意しているかというと、こういったゼミで、理系文系というか物理科学とかも人文社会とか、まあ、いろいろあります。でこれを各教科の先生が担当しながら、まあ、ゼミとして運営していくという感じです。でゼミが決まった後、もうちょっと専門に近い分野として課題解決に向けた戦術ということを立てられるためのまあ、スキルだったり、まあ、能力を身につけるっていうことでステップっていうのが始まります。でこれはクラスごとの取り組みではなくて、少人数講座ゼミっていってのは、まあ、10人ぐらいです。大体10人ぐらいで先生、まあ、1人ないしは2人ついてやっています。でどういうことをするかというと、これも難しいんですけど、課題設定と課題解決ってどういうふうな解決手法があるってことを知った上で課題って設定できるところもあれば、課題があってどういうふうに解決をしていくかっていう、こう、課題設定課題解決って言われると課題設定があって課題解決があるみたいな感じなんですけど、設定しながら解決していくし、解決しながら設定していくみたいな、もうごちゃ混ぜじゃないですか。だからこう難しいんですけど、課題解決だけ教えるっていうのは、例えば、だから、理科の実験器具の使い方とか、例えばね、とかデータの処理の仕方とか、そういったなんかこうちょっとそのゼミに特化したようなものを勉強していく。でここからティーチングアシスタントで、この中にもいるかもしれないけど、すごく京都大学にお世話になっていて、大学院生のティーチングアシスタントを呼んでいます。で研究を進めていく上での専門知識とかもちょっと教えてくれたりとか、でも決して答えは言わないでねっていうことは言っています、そのティーチングアシスタントの方に対しても。で生徒にとってはその研究のサポートだけじゃなくて、あ、大学院ってこんなこと勉強するんやみたいなことの、まあ、やっぱりそういうキャリアを意識するような機会にもなって、非常に助かっているというか、非常に大切なポジションとしてこのゼミ活動の中にティーチングアシスタントの方に入ってもらっています。で例えば文系ゼミでは社会調査の方法、インタビュー、アンケートの取り方とかね、いっぱいあって、よくあるのがそのアンケートを取ったはいいけどどう整理していいか分かりませんみたいな、いや整理の仕方考えてからアンケート取ろうやみたいな話になったりとかするんですよね。
だからそういったこういわゆる解決手法としていろんなものをここで勉強していくと。この真ん中にいるのがティーチングアシスタントですね。今彼堀川の教員として働いてますけど、そんなキャリアもあったり、ここで図書館でこうワイワイなんか相談したりとか、顕微鏡だったり、左はちょっと分かんないですけど、なんかこう混ぜてたり、そういったこう道具の使い方とかも勉強して、で、ある程度こう解決の手法を身につけた後、この授業の最大の難関である個人研究のテーマの設定に取り組んでいくと。2年生になると全部個人テーマでやります。で、生徒の中にある問題意識や興味関心がテーマになっていくものがあったり、漠然とした思いとか幼い頃の発想から生まれるものもあったりします。この間例えばあれありました、泥団子とかありました。泥団子がなんでこう球形を維持できるかっていう研究テーマで、彼はそれなんでそれを思ったかというと、砂場で作った泥団子が翌朝行くと壊れているっていう経験ありますか？なんかそれを彼はずっと思ってたらしく、それが研究テーマになったりとかとかですね。本当しょうもないというかくだらないテーマが多いんですけど、汗と涙の結晶を作るとか、本当に汗取ってきて涙作ってそれをなんかやったりとか、そういう別にその高尚なテーマとかそんなの関係なく、自分がやりたいことをまあやるっていうことですね。で、2年生の前期から道を知るってことを、実際に自分で個人で研究テーマを設定し、研究計画を立て、で当然自分が知りたいことを知ろうと思ったら必要な知識とか技能出てきますよね。あ、自分これ足らないからここ分からないなとかも分かったりすると、それは自分で勉強していく。で、ゼミを超えた発表会があったり、最後論文作成になっていきます。で、ここでですね、いろんなことやっていくんですけど、段取り力、例えば PDCA サイクル回していくこととかも、ちょっとずつ学んでいったりとか、課題設定と課題解決がスパイラルになって進んでいくこととか、設定した先だとり設定と解決ってもう ごちゃ混ぜというか、設定したなと思ったら解決に進む、解決したなと次の今後の課題が出てきたりとかいう流れですね。で、自分の考えを整理しながら、発表したり論文を書いていく。こうやって研究計画を一緒に立てていったりとかします。で、個人計画書に基づいて実験調査を行って、大体2年生の9月ぐらいにポスター形式で発表していきます。で、研究の動機とか仮説検証の過程とか結論とか課題とか、A4 の紙に何枚も貼って、で、ゼミの様子の写真ですが、こんな感じで TA の方にいろいろ相談乗ってもらったり、自分で、ひたすら実験を、実験器具、実験器具作るっていうことも結構します。やっぱり僕いつもいつもっていうか大切やなと思うんですけど、便利な実験器具っていっぱい出てくるんですね。お金出せばたくさんそういうもの買えます。ワンプッシュでデータ出てきたりとかします。便利なんですけど、便利であればあるほどブラックボックス化が進んで、その中で何が起きてるかって全然わからない。結局便利ってスマホも一緒じゃないですか。違います？アプリ押すっていうか、タッチしたら何かなりますよね。けどその背景にあるメカニズムとか機構とかでどうなってるのかってあんまり考えず、何か便利だから使うっていうことが何か最近多いなと思って、便利になればなるほどそういうことが進んでいくそうなところの器具を持ってるんですけど、だから本うちでは100均で買ってきたもので作るとか、自分たちで必要なデータを取るために必要な実験器を作ったりします。こんなんもなんかわからないけど、なんか並べて自分でなんか長さ測ったりとかしたり、で、先生と面談をしたりですね。で、みんなで一つの論文を、先行研究を輪読したりとかしています。で、こういったことがあって、論文をちょっとずつ書き上げつつ、発表会っていうのがあります。で、この発表会っていうのが、成果の発表の場ではないっていうことが一つ大事なこととして学校では考えていて、研究活動の中間なんですね。要は、自分の論をいかに聴衆に分かってもらうかってことも大事なんですけど、自分の論の甘さとか、気づいてないところとかを指摘してもらう場としてこの発表会を位置づけている。
だ生徒たちはこう成果発表じゃないんだよって中間でいいんだよみたいな話をするとすごく自分の中でも出来上がってないので謙虚に指摘とか質問を受けれます。これもきちっとわからないんですけど、小学生とか中学生って質問されるってことイコールちょっと攻撃されてるみたいな感じちょっとあるんですよ。見ているとなんか質問してほしくないみたいな。でそこって発想の転換をここで実は学校ではしていて、質問してもらえるってことはすごくありがたいことで、指摘にももちろんつながっているし、もっともっと自分の研究の質を高めていけるためのヒントを得られる機会なんやと。だたくさん質問もらわなあかん。もっと言い方変えると質問もらえない発表なんか価値ないと、めっちゃ完璧な発表してるのか何言ってるのかわからん時だと、質問がない時は。だからたくさんがいっぱいも質問されたらいいんだよみたいな、ラッキーやんみたいな感じ。なのでその質疑応答を通して自分の研究の評価を受けると。で自分の論の弱点を知ってもっともっとそこを補っていくことで良い論文になっていく。でこんな感じで、発表会ですね。でいろんな同級生もいるし、来年自分の姿をイメージするために後輩の1年生も来ます。で堀川高校にちょっと興味がある中学生とかその保護者が来たりとか、まあ、いろんな人来ます。なんとかでたまに教育関係者が来たりとか、研究者も来るんですよね。研究者か、いや確認しないからわからない、研究者っぽい人が来るんです。で専門知識ぶわー攻撃して変えていける人もいる。まあ、それも虚心坦懐に受け止めて脅威って書いたけど、まあ、生徒たじたじになりながらたまに泣き出す子もいるんだけど、まあそんなんも必死で受け止めながら。でここで大事なのは、言葉選ぶってことです。それは何かというと、当たり前ですけどたくさんいろんな人が来れば来るほどその背景にある異なる背景にある文脈とか知識とかバラバラなので、当然発表の仕方は全部変わる。同じ発表しても伝わらない、小学生もたまに来ますしね。とはいえまだ専門者っぽい人も来るので、その時その時で言葉を使い分けないといけないとか、言葉のレベルを調節しないといけない、そんなことを勉強していきます。で最後指摘に論文に反映させる。で先ほど自分の研究内容を全く知らない人に説明し合うっていうのはすごく大事なことで、お互いに分からないことがあるから、分からないことを質問するとだんだん慣れてくる。質問することにもされることにもためらいがちょっとずつ減っていく。そうすると質問する技術とか答える技術ってちょっと高まっていくと、結構平気で質問できるようになっていく。質問ってすごく勉強する上では大事やなと思っていて、疑問と質問とちょっと違うと思うんだけど、僕ごめんなさい、教科数学なんですけど、数学の授業をしていてもやっぱり質問が出るのと出ないのでやっぱちょっと違います。雰囲気も違うし、質問できる子ってやっぱりすごくいいものを持ってるのかなと思ったりする時もあるし、でいかに自分が、よく分かってないかってことにも気づけるし、でこの背景の異なる文脈の異なる人間同士がやり取りできるってこと、相手の認識がどうなのかって常に意識することにつながるんですね。で何とか折り合いがつけられたり合意ができたり痛み分けできる、ちょっとこれ発表と違うかもしれない、グローバルコミュニケーションスキルとかたまに言われますけど、まあ、そういったところにもつながっていくものなのかなと思っています。で、活動を見ている側我々ですの気持ち、非常にこうまどろっこし、あこれやったら失敗すんなと思ってても言わない、言えない、あこんなんしても意味ないのになとか、こっちの方が簡単なのになとか、もういっぱい思うことあるものの、それを言ってしまうと何もないので、非常にまどろっこしで、生徒たちは自分の言っていることってなかなか伝わらない思いもします。こう思ってるけど言語ができないなっていう思いもあるだろうし、言語ができない思いも持ってるだろうし、言語がたとえできたとしても伝わらなかったりっていうのは、ちょっと傷ついたりとか小さな挫折を経験するんですね。でそういうのすごく大事だと思っていて、で僕たちはそれをじっと我慢しながら、どのタイミングで何どう言おうかなっていうことをみんな考えながらいつも見ています。瞬間に言った方がいいのか、終わってから振り返った時にこういうことを言ってあげたらいいのか、でそのレベルもどこまで言おうかなとかいうことをずっと考えながら、後悔することも結構あって、あの時言っといてよかったなとかいうこともいっぱいあって、本当にこうなんていうか、まあまあまどろっこしい感じ。
で僕がその研究部っていうかその探究基礎っていう探究活動を推進する側に対しとしてあの指導してくださる先生方に指導の方法ということで4つ原則を挙げています。まず1つ目は、まあ、生徒の研究をぜひ面白がってほしいと。こっちの判断軸でそのつまらんやんで突っぱねず、生徒の研究に興味を持つことからあの探究活動始まる。だから聞いててあの何がおもろいんやろうと思ったらどこが面白いって聞きます。でその言い方も難しくてそれはしょうもないやんっていうふうに聞こえてしまうのでどこが面白いのとかって言い方もちゃんと言わないと難しいんやけどとかもっとこうやって面白いんちゃうとかやっぱり自分が生徒以上に面白がるってことが大事だと思っていて、でこういうところが面白いんですってしっかり言語化させたり語らせる経験っていうかあの機会を作ってあげないといけない。あの論文の序論ってそうですよね。いかに読んでもらうかやから序論ってこう キャッチーとは言わないけどあこの論文面白そうやなって思ってもらわなあかんのでやっぱり根も葉もないこと書いたらあかんけどちょっとそういうアピールな部分もあったり、例えばこれ申請って書いたのはいわゆる家計費の申請とかね、国に研究していく上で 国だけじゃないけど外部の人たちに申請しなきゃいけないところにもやっぱり興味持ってもらえるこの研究にっていうところも大事なので、やっぱり研究をどこが面白いかって認識させることってすごく大事で、2つ目、他の先生とか TA さんとか連携していくってこと。個人テーマを設定させるとまああんまり大きな声で言えませんが、その自分の知識外のことというか僕もよくわからないテーマっていっぱいあります。なので他の先生方が持ってるかもしれないので、あの、まあ、全員とは言わないけどいろんな先生でやっぱ連携しながらやっていくっていうのが大事。逆もあります。こういうテーマ来てんけどなんか知ってるとか言われることもあります。で原則の3つ目、研究以外の話もすると、主体的な学習というか探究を目指しているのでやっぱ生徒の内面から、言い方があるとこちらから与えるなんてことはしないです。これ研究しなさいとか言ってもとかなるんで、ってなった時にじゃああなた何に興味があるのかなとかいう話をするといかにこう生徒から引き出すかってことが大事なので、普段休みの日何してんのとか、どんな漫画読んでんの最近とか、日曜日とか例えばどんな風に過ごしてんのとか、本当になんか研究と全く関係ないことから糸口があの見つかるかもしれないので、まあ、面談ですね、本当に進路指導みたいな感じもありますけど、本当に探究活動っていろんな活動に資すると思っているので、僕は、いろんなことを生徒から引き出すっていうことですね。これが3つ目で、4つ目、これが一番その誤解を与えやすいんですけど、指導は必要なんですけど教え込む必要はない。さっきも言った通り、高校生が言ってくるテーマって本当に突拍子もなくて、分からない、本当に分からないです。で分からないことを先生はどうやって教えるんですかって言われたら、いやまあ勉強するとかはもちろんありますけど、分からないことは分からないとしか言えなくて、それ分からない、聞かれても分かりませんとしか言うような生徒とってなった時に、じゃあどうやって指導したらいいんですか、そんなんできませんよってよく言われます。で僕が思っているこの教員の役割は問いかけなんですね。生徒がこうこうこう言ってきた、こうだと思いますって言われたら、なんでとか、本当とか、他にないのとか、例えばどういうこととか、やっぱこう質問してあげるくらいしかできなくて、で生徒からどうしたらいいですかって聞かれたらどうしたらいいと思う、オウム返しのようにあの質問していくぐらいしかできないです。本当にあの本当に素直な気持ちで、分からなかったら分からないので教えてって聞くだけです。でそういうことってやっぱ大事だと思っていて、生徒に考えさせるようなその壁に我々立たないといけないのかなと。本当やりたいことをやらせるっていいと思うんですけど、ただそれだけではなくて、なんでやりたいのかってことをしっかり語らせないといけない。例えば それやろうとしたらこういった条件が必要なんじゃないの、それを考えたとか言うと、いや考えてませんとか言う、じゃあ考えてきてとかいう話になるし、別の考え方もあるけどなんでこれ選択したの、こういう考え方ないのとか、あとは、とかなんて、まあ考え始めたり、じゃあこれ考えたんとか、こういうことって知ってたりするとか、もう質問ばっかりです。何も教えないというか教えられない。で、生徒はどんなふうになっていくかというと、質問しなくなる。
あいつに言っても何も答え返ってこへんみたいな感じが。そうすると彼らは彼らなりに多分自問自答が始まるんですね。こういうこと多分聞かれるやろうなとかなって、いやもう僕はそれでいいと思っていて、なんていうか仮想ですね。多分あの先生こういうふうに言うやろうなと思ったら、それに対してこう理論武装というか自分なりにこう論を固めていけるような、こうぐる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 自分の頭の中で回っていくようなプロセスっていうのがあれば、もう価値があるというか、大丈夫なん違うかなと思ってたりします。だから簡単にそのね、なんか何でもやっていいんだよっていう感じではあるんだけど、まあ、質の高いものをやっぱ目指していきたいと。でまとめると、やっぱ探究のそのプロセスですね、これも一つ誤解がいろんなところであるんですけど、探究と研究でも違ってて、研究で成果上げないといけないと思います。やっぱりそれなりにね、 新規の事実が発見できたりとか、何かこう新規をオリジナリティとか独自性とかいろんなものがあるけど、高校でやってるのは別に新規 の何かを事実を見つけ出すとかそういうことではなくて、そのプロセスにおいてたくさんのことを学んでいくことをいかに普遍化させるかってこと。その研究でしか生きないことってあんまり意味がなくて、その研究で学んだり得たことっていうのはもっと普遍化させることによっていろんなところに使えるはずで、そういうところが大事。社会に出てからもそうですし、これから生きていく上で大事だと思っていることがこのプロセスには詰まっていると思っています。でそのためには生徒が勝手に探究するような仕掛けが大事。勝手にやってなくても自分がそう思ってたらいいです。自分が自分でやっていると、勘違いしたらいいと思います。思えたらもうそういう時な、生徒と一緒にやっていく、寄り添ってって書いてあるのはそういうこと。先生が何か教えるとかじゃなく、逆ですね、ほとんど教えてっていう側の方が本当に多い。でこの探究基礎でつけたい力って、3つ、長期的、中期的、短期的と分けると、もう本当に長期的にはもう探究する、探究大好きな生徒が出たらいいなと、分からないものに対して向かっていくような姿勢とか、で中期的にはやっぱ仕事、社会に出てから必要な力、レポート書く力とか発表する力とか、いろんなこと求められるので、そういったところで、短期的にはやっぱ学力つけてほしい、普段の教科学習にも生きてほしい。教科書疑ってかかる生徒とかね、いいでしょ。教科書を鵜呑みにしないやつとかね、なんでこうなるんですかとかね、よく言うんですけど、教科書って参考文献書いてないんでね、後ろにね引用も書かれてないんでね、なんでこうなるのかって書かれてませんからね、そんなことを言い出すと本当めんどくさいなお前ってなるんだけど、僕としてはすごく嬉しいなと、そんな感じですね。なのでこのプロセスでは、自分が知りたいとか解決したい問いを設定して、その答えにどうにかして近づいていくってことなんですよ。でどうしていいかわからないことをどうにかしないといけないんです。で新たなことを見つけることにもなるし、わからないことにも耐えないといけない。でもやもやしたものっていうのを大切にする感じ。すっきりしたいですけどね、生徒はね、答えはい教えてよって言われるけど、答えわからないね、こっちもね、一緒にこうわからないことにずっと耐えていかないといけない。なので用意された答えがない問いに向かっていくってことは、確証がいつまでたっても得られないんです。だから本当にこれでいいんだろうかってずっと思いを持ち、それに向き合い続けるしかない。で一方締め切りもあるんです。半年間やってるんですけど、何事もそうですね、趣味でない限り仕事やってると締め切り絶対あります。だから締め切り来たらまとめないといけないっていうこともある。で我々の思いとしては、学習意義を理解して勉強しようという気持ちになってもらえたらいいなと思っています。よく言われるのは、僕数学やゼミや数学担当やから、あまり他の先生から、理科の先生からよく言われるけど、数学って実際に使えるんですねって高校生に言われるんです。いやそんなん当たり前やんと思って、サインとかコサインってほんまに使えるんですねって、いやほんまに使えるよそんなもんとか当たり前のことなんだけど、高校生はなかなかそういうことに気づきにくいのかな、よくわかりません、ちゃんとは。だから例えば僕が理科の授業に出張でコラボで話をする、例えば地学の授業で地震とかで僕がログの話すると、あログってほんまに使えるんですねみたいな言うんですよね。
こっちは不思議なんやけど、教科と教科のつながりってやっぱり思ってるほど、大学来たら、僕も大学来て初めていろんなものがつながってるなって感じたりはしましたが、高校生の時なかなか難しいので、やっぱり教科との関連付け、探究基礎でやってることっていうのは、いろんな普段やってる勉強とつながっていく、常識、一般教養とつながっていくんだよってこととかも話しますし、計画立てたりとか、PDCA サイクル回すとかいうのは、海外研修とか文化祭とかいろんな学校の行事との関連づけられる。あの時学んだことって今の文化祭でじゃあどうやって使うみたいな。計画いるんちゃうとか。で、またそこで、教員との折衝が始まったりとかすると、自問自答が始まったりとか。全部つながってるの。この探究活動が全部の素地っていうか、下地を整えてるんだっていうのは僕の意識でやっています。で、この授業の目標。5つですね。問題を発見し解決するため技能を習得、事実の記述主張を多面的批判的に見る、で根拠や理由から論理を学ぶ、で対話の有効性に気づく。僕対話の有効性とかこの辺大好きです。で5つ目も好きです。自分自身の経験や身につけた力を振り返り自覚できる。やりっぱなしじゃないです。たくさんね、いろんな学校でこういう活動やってますけど、堀川で大事にしてるのは、研究をやることじゃなくて、研究から学びを得ることが大事。そのためにはやっぱりリフレクションというか、何してきたんかなってちょいちょいやっぱ振り返らないといけない。これタイミング難しいんですけどね、ちょっちゅう振り返ってたら前に進めなくなってしまうんで、時々なんですけど、時々のタイミングをこうどう設定するか、どんなふうに振り返させるかっていうのはすごく大事だと思っています。でまとめると、特徴としては、その研究の成果そのものよりも多くの経験を積む過程、そのプロセスを重視するって。だから活動後に振り返ったり、学びを言語化するってこと。で、それが自分のキャリア設計にもつながっていく。で、言語能力を伸ばすために、生徒間、生徒指導者の対話。対話って、すごい有効なんだなってことに気づいてくれれば、なんかいいなと思って。でこの授業の評価もですね、まあいろいろ難しいですが、例えばですけど、振り返る、この言語化させると生徒はいろんなことを気づいたり学んだりしてくれます。で堀川では論文集なるものは作らず、その振り返り集を作っています。論文ってさも最初から結論が分かってたからように序論から一直線に書きますよね。だからその間に含まれている紆余曲折とか、その知りたいと思うその切実さとか試行錯誤とか失敗したことって一切書かないんですよね。こんな実験して失敗しましたなんていう論文かっこ悪いですからね。でもそこが大事だと思っているので、そういう振り返りをしています。で例えば生徒の振り返りをいくつか紹介すると、何か疑問に思うことがあっても何を知りたくてどうすればよいかを一人で考えるのは難しかった。こんなん気づけるっていいですよね。で先生方はあまり口出しせず自由にやらせてくださったのですが、その分自分の探究テーマの責任を感じましたとか、こんな思いもするとかね。で試行錯誤した経験は自分を成長させてくれたっていうこととか、実感ともなって言えるっているはずなので全然違うと思いますとか、こんなことも言ってきます。 いろんなこと書いてあるんだけど、積極的に妥協する、妥協もやっぱり必要ですよね。期限があったりとかするしね、自分のなんか情報の限界にもあるしね、ずっとやれればいいんですけど、そうではなくて自分でこういうことをやっていく。で、自分の思考の癖に気づくとかね、メタ認知ですよね。僕もあると思います。僕もこう発想がこう偏ったりするけど、そんなに気づけるってすごくいいなと思います。実験内容を全て自分で考える必要があったのに大変だった。いや、それ大変ですよとしか言いようないけど、でも全て自分で考えるという経験を彼は知ったんです。実際やってないかもしれないけど、彼はそういう経験をしたと思っているってことがやっぱ大事なんだと思います。で、時間がなくなってしまったという経験もあったりとか、予想もしない問題が数多く出てきてとかです。計画を立てないと無駄が増えるとか、彼は計画の大切さに気づけたはずです。どんな計画を立てれるかは次の問題やけど、計画の有効性とか重要性には気づけたはず。で、情報の信頼性を確かめるのは苦労したとか。で、これ皆さんも当てはまると思うんですけど、出典記録や詳細な情報を記録しておく。これ大事ですよね。参考文献最後に書こうと思ったら何見たっけみたいなのあるじゃないですか。
どこ見てたっけこれ出てこうへんみたいな。だちょい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 書いていかなあかんなって彼は気づいたんですよね。だ記録っていう。だメモ取る子増えますね。こうちっちゃいメモ帳持ってる子とかね。いやそうやなと思うんです。で文章として分かりやすく書き表すのは困難だ。とか要約する力とか。で思い込みを指摘してもらえる。こういうのってやっぱ対話ですよね。で第三者の視点で見直す。こんなのもそうです。数学の答案、証明書くとそれで合ってる気になるけど、第三者の視点で見ないといけない。で、生徒たちはこんな言葉も言ってきます。楽しんどいんですって。でその楽しいかつしんどいが楽しんどいって言っていて、で、楽しいのは自分でやれるからであり、しんどいのは自分でやらなければいけないからだと思って、話をしています。で、今話してきた1年半かけて3段階でこんな目的でやってますよということを、やるのは簡単です。こんな教材使って、こんなテキストで、こんな風に評価して、生徒にこんな指導してくださいと、まあ、簡単です。どこの学校でもできる。で、僕が研究部長としてしている仕事をちょっとだけ話すると、そこに、まあ、その、課程とか、カリキュラム、だから何時間、週に何時間やりますよとかは、まあ、正直、簡単なんですよ。で、そこに、いかに魂を込めるかっていうところが一番大事で、どんな思いでやらないと やろうよっていう話を先生方とシェアするっていうことを僕は意識して一番やってることです。なので、なんでこんなことしなきゃいけないのってことなんですね。見よう見まねでいろんな学校がこういう活動しているものの、そこにかけるというか、思いは思い思いに違うので、いいんですけど、そこをやっぱり、大事にしたい。だ堀川高校では、探究活動というのは方法であって目的ではない。目的は教育活動、学校の最高目標というのがあります。でどんな学校にしようとしているかということが大事だ。まあこんなんあったりとかですね、京都のですね、高校教育改革のパイロット校だったり、次世代リーダーを育成する、まあ、こんな形で、話がされていて、で最高目標はこれ自立する18歳の育成っていうのが学校の最高目標だから、その目標を達成するための一つのアプローチとしてこの探究活動をやってるんですっていう。だから学校によって全然違ってて当然ありだと思います。でちょっと時間も長いな。自立とかいう言葉、ちょっと飛ばしましょうか。いろんな言い方があって、自分ができることとしたいことと求められていること、これをたくさんこう広げていこうよみたいな、で真ん中の重なりをもっともっと増やしていこうよっていう、っていうことが自立につながることと違うかっていう話をしていたり、でこの自立っていう言葉も孤立とかっていう言葉じゃなくて、適切に依存し合えるような社会的な自立っていうのを一つ、目指しています。で堀川で生徒が能動的な一歩を踏み出せたりとかいうことで、君の知りたいから始まる。でその探究基礎に込めた思いとしては、人間っていうのは取り組みを通して成長する。取り組まないで得られた成功はありがたいけれども、その人の力として定着しにくい。だから本気で取り組んだら、たとえ失敗してもそこから得られるものがあって、それが本当の力だから、自分でやってみようと。で自分で決めたテーマやから責任持ってやろうともする。で二と追うということで、知識習得型と課題探究型の学習、どちらを否定するわけじゃなくて、どちらも大事。学校で教科書で数学とか英語とか国語の勉強するのも大事。それらを使って探究するのも大事。で探究していく上で必要なものもそこで学んでいったりとかする。両方のこうバランスがつながっているとか大事。でこの課題探究型の学習っていうのは、手に入れたその知識っていうのはやっぱり重要な効果を生む。で知識が気づきや発見をもたらしたり、解決の糸口になっていく。でこういうプロセスを経験することが教養を身につけるってことにつながっていると思っています。で学校としてはそういう生徒一人一人の興味や関心っていうのを大切にしながら、ここはどうなっているのか、ここが知りたいという学びを用意していく。でやっていく段階で当然生徒は失敗する。で試行錯誤が始まって、出口が見えない状態で悩む。そこをこういかにフォローするかっていうところが学校の役割と。で一方その、受験勉強っていう、もちろん大学進学を目指す子が多いので、受験勉強っていうのを考えると、探究活動によって学びに対しては前向きになるかなと思います。自分で知りたいことを楽しむ、知ることを楽しむ、で自発性生きる意欲とか、
困難な受験勉強に向かっていくためには明確な目標って持たないといけないとか、で一緒に仲間友達と戦い合ったその励まし合うの土壌も育っていく。でこういった探究の作法を学ぶうちにいろんな生き方とか生きる道を実践を通して示しながらこの自立する18歳の育成につなげていくっていうことがこのカリキュラムに込めた思いなんですね。授業に込めた思い。なので単に知識があるっていうことじゃなくて、この知識に裏打ちされた経験を積ませるっていうことが大切。そういう場をいかに提供できるかっていうこと。で頭だけではなくて頭と体の両方で経験したことって自然とも覚えてしまってたりします。なのでまず肩っていうところから徹底的に経験させて教え込む。でそれを具体化したものが今話していた探究基礎という授業の中身です。で生徒は将来答えのない問いに絶対直面するはずで、社会に出たらほとんど答えないですから。で一人一人進路もバラバラです。だからこちらも将来どのような道に進むかわからない。だからこそその普遍的な探究力を高めるってことで、自分で問題を発見して課題を解決していく、そういった手法を学んでいくことっていうのがこれからの、彼らが、生きていく上で必要なことなんではないかと考えています。なのでこういかに社会が変化しようとも、どんな社会になるかわからないだけに基礎基本を習得して自ら課題を発見して解決していく、それを活用していくっていうのがこの授業の大きな目標です。はい、そんなところかな。で、僕の思いとしては、先の見えない時代に生まれた若者に面白いものはこの世にいっぱいあるんだよということを伝えたいなと思っていたり、知的好奇心というのは人を育てていったりとか、で学校現場では文部科学省からいろんな通達が来たりとかあるんですけど、いやそんなにこう右往左往されるんじゃなくて、もう僕たちが一つのロールモデルとして国や世界を牽引していくんだみたいな気概でやっていきたいなと思っています。はい、以上です。はい、皆さん拍手で。